しっかりサポートしますよ。クソイケスカネオラリオ、モンスターどもがカッポしてやがるぜ。泣け、壊れろ、死ね。そして最後は私が勝つ。なんということだ。全ての門が突破。下界の砦たるオラリオにモンスターが。こんなことありえてはならん。偉大なる先人が築き上げてきたオラリオにモンスターなど。予定調和だ。僕がバレッタの立場でも同じことをする。何？都市近辺に生息するありったけのモンスターを誘導し戦場に呼び込む。オラリオの中に一度解き放てば制御する必要はない。破壊と混乱が目的のバレッタたちにとって都合のいいボート。都市の包囲網はこのための布石でもある。フィン貴様、最初から分かっていながら門を放置していたのか。なぜ対策をしなかった。バカを言うなロイマン。この盤面で全ての門など守れるものか。戦力を分散させた時点で主要施設及びバベルを落とされる。どれだけ破壊されても壁も門も町も蘇らせることができる。それこそ先人がオラリオの礎を築き上げてきたように。優先順位を履き違えるな。死守すべきはバベル、そしてこの対局を制することだ。それでもだ。今でさえ都市の損害が激しいというのに、これ以上の被害が出ればどれだけの費用がかかることか。ロイマン、敵が来る。もう本部に戻れ。いいかフィン、勝て。必ず勝て。絶対だぞ。勝つとも。そのために僕たちはここにいる。殺してやる。行くぞ、開戦だ。始まった。すぐ近くで戦ってる。大丈夫よ。冒険者様たちが守ってくれるから。本当？だってあの人たちはどんなに傷ついても立ち上がってきたから。兵もいればモンスターもいる。町に被害が出ようとお構いなしに魔法を放ってくる。やりたい放題だな連中。化け物どもは地上のモンスターだ。大して強くないよ。だが数だけはいる。自決兵も健在。砦を守りながら戦うのは骨が折れるな。まったくフィンネ、厄介事を言うな。
ノアール、僕はギルド本部の防衛を兼ねながら総指揮を取る。黄昏の館の守備は任せた。ノアール頼んだで。ホームのローンはとっくに返済済みやけど、うちとリベリアママたちの愛の城に傷一つつけたらあかん。あとはロキのお守りもね。面倒だらけではないか、たわけめ。地形から言って都市の北と東の攻勢が激しくなるのは俺でもわかるぞ。だからこの北の砦を君たちに任せるんだ。なーに、ダインとバーラが一緒なら都市の功で切り抜けられるさ。都市に来たばかりの僕たちを散々鍛えてくれたのは君たちだろ。だから頼んだぞ、先輩。こんな時だけ先輩呼ばわりしよって。冒険者として駆け出しだった頃、もっとこき使っておくべきだった。ダンジョンに入っちまえば右も左もわからない子供だったからね、リベリアもガレスも。実力だけはすでにあったから手を貸さなくてもホイホイと自力で切り抜けてしまったがな、よく衝突したもんだ。それが今や都市の命運を担う英雄候補か。奴らの双剣にかかる責任は何よりも重い。仕方あるまい、期待に応えてやるとするか。強すぎる。いや、早すぎる。援軍はくたばりやがれ。来ましたね、頑張るにゃ。ファイヤーボルト。やりましたね。気をつけてね。出たな。こんな感じでどう？えい！行きますよ。こんな感じでどう？参ります。頑張るにゃ。うわ、どこもかしこも普通に応戦してやがる。モンスターをぶち込まれることは予測済みか、フィンの野郎。この程度の揺さぶりじゃ微動だにしない。マジでいけすかねえクソ勇者だぜ。報告します。各部隊、冒険者たちと戦闘開始。それに伴いオラリオの布陣も判明。どうやら主要施設に守備隊を配置している模様。都合5カ所の砦以外に敵の集団は確認できません。ああ、どういうことだ。民衆の姿が見えないことから
おそらくは各施設に収容し守っているものかと。しかしその守備隊の規模も最低限と呼べる程度に過ぎず、第1級冒険者をはじめまだ戦力を温存しているものかと思われます。そしてこちらを上回る石膏が大量に放たれています。おそらくザルド様たちの所在を探って。そういうことか、フィン。あのクズ野郎最高だぜ。どういうことですか。フィンの野郎は民衆を切り捨てやがった。いや、餌にしやがったんだ。北、北西、東、南、そして南西、5カ所のルークに雑魚どもを振り分けることで私たちの戦力分散を狙ってやがる。温存している戦力でこっちの切り札を何としてでも潰すために。まさかザルド様たちを。いくらでもルークをくれてやるから、キングとクイーンをよこせと言ってやがる、あのすかした勇者め。残りの戦力はあの氷壁の内側だ。あれは結界なんかじゃねえ。私たちの目を遮るただの壁だ。固まる民衆の匂いにつられモンスターも各砦に向かっている。いや、誘導させられている。どういたしますか。敵が戦力を中央に固めている以上、増兵をバベルに向かわせたところで返り討ちだ。全軍を中央に集めたとしても、絶妙な位置で効いてやがるルークに背を晒すことになる。撃って出られて中央ごと兵を包囲されれば目も当てられねえ。かといって先にルークを落とそうとすればフィンの思うツボ。これはそういう布陣だ。でなけりゃ餌にならねえ。もし砦の陥落にザルドたちを動かすなら、こちらの石膏がいち早く捕捉する。それだけの数を動員した。そして位置を特定したなら、こちらからザルドたちを撃ちに行く。ザルド、アルフィアの撃破こそがオラリオの絶対勝利条件。手をこまねくのなら構わない。長期戦は望むところ。戦闘が長引くほど不安要素が顕在化するのはあちら側だ。陣形は開示した。ここからは読み合いだ。さあどう出る、どう来る、バレッタ。決まってんだろう、フィン。てめえの思惑に乗ってやる。ザルドを呼べ。あの野郎セントラルパークに放り込む。あの氷壁ごとバベルをぶっ壊してやるぜ。ザルド様をお一人ですか。いくらレベル7とはいえ、敵陣の中へ単独向かわせるのは。負けるわけねえだろ、ゼウスの眷属がよ。それに敵の主戦力と差し違えてくれりゃそれで十分だ。モンスターも合わせりゃ数は圧倒的に私たちの方が上。5箇所のルークに拠点を分けている分、中央が機能しなくなれば括弧撃破も楽勝だろうが、何せ援軍を出すことも逃げることもできねえんだからな。それは雑魚どもにはルークを攻めさせろ。冒険者どもに妙な真似をさせるんじゃねえ。
ゼウスが蹂躙する様を見せつけてやる。かしこまりました。力ずくで蹂躙してやる。小細工なんて必要ねえ。私たちが持っているのはそれだけデタラメな駒だ。てめえが嫌がることを真正面からやってやるよ。待ってろ、クソ勇者。餌の民衆と一緒に殺戮してやる。敵陣の動きが変わった。やはり正面突破か。ラウル、セントラルパークに伝令しろ。敵の本命が来る。作戦に変更なし。このまま続行する。了解っす。敵の選択を惑わすことはできなかったか。不利は変わらず、戦局を覆すことはかなわない。すまないオッタル、やはり君に託すしかなさそうだ。やったね。何をなさっているのですか。眺めている。己の行動の結果を。人は忘れる。昨日食らったものはおろか、故郷の景色でさえ。だから忘れぬようにこの目に焼き付けている。今から滅びゆく都市にそんな価値がありますか。ゼウスの眷属たるあなたも干渉なんてものに浸るので。俺は価値とは見出すものではなく生むものだと思っている。お前が干渉と呼ぶものが俺にとってはダチン。それだけのことだ。何に対するダチンなのか興味が湧きますね。フレイヤのクソガキといい、この都市には聞きたがりが多すぎるな。今ならアルフィアのことを少しくらい理解してやれそうだ。お前は顔なしだったか。こんなところにいていいのか。何も問題はありません。だってあなたたちが勝ちさえすればそれはもう我々の勝利。この戦いにおいて局地的な敗北に何の意味があるのでしょう。少しくらい私が遅刻しても構わないでしょう。では何しに来た。話を聞きたかったのですよ。ずっと人類史上間違いなく英雄と称えられるあなたたちから。私は英雄を敬っています。この欠陥じみた箱庭で理不尽にも屈さず不条理に抗い世界に反逆し続ける者たち。その姿は何よりも気高く崇高。神々なんてものよりはるかに崇拝されるべき存在。私の憧憬に違いありません。そんな輝かしき英雄がどうして悪に落ちたのか、それをぜひ聞きたかったのです。なるほど。お前はすでに壊れている類の人間か。己の矛盾に自分でも気づかない。お前の英雄信仰はただの嘲笑に過ぎないが、それには触れるまい。ただ、聞き返すようで悪いが、お前がそうなった原因は、
色が見えていないせいか。視覚。いや、違うな。聴覚、嗅覚、味覚もダメ。ろくに機能しているのは触覚くらいか。なぜ？悪敵を極めすぎてな。五感が敏感になりすぎた。色合いを見て匂いを嗅ぎ取れば、獲物の味は見当がついてしまう。目の前に肉を出された時、どんな味か想像はつくものだろう。香り、焼き加減、食らった時の歯ごたえ。それと同じだ。バカな！お前の世界への憎悪は、その欠陥ゆえか。完全に壊れきっていないのが始末に悪い。人間のふりをすることに、もう疲れ果てたか。化け物。知らなかったのか。英雄などと呼ばれる者は、怪物と紙一重だ。だからこそ、俺は今ここにいる。さっきの質問だが答えてやろう。悪に落ちることこそ、必要だったというだけのことだ。ザルド様、バレッタ様よりご命令です。セントラルパークへ進撃し、待ち構える冒険者ごと、バベルを陥落せしめよとのこと。来たか。いいだろう。オラリアとの別れは済んだ。あとは俺の手で、すべての失望を叩き潰すのみ。勝てるはずがない。あんな化け物に。私たちも、冒険者たちでさえも、オラリオは、今日、終わる。参ります。頑張って！ザルド発見！石膏及び予備隊が衝突し！一話。南のメインストリート、まっすぐ北上してきます！ぬるい。参ります。蹴散らしてやりなさい。暴食が南のメインストリートに。ああ、それに敵の攻勢が強くなった。モンスターも無作為に暴れて手がつけられない。このままじゃ。くそ、目標が目と鼻の先にいるっていうのに、あいつのカッポも止めることができないのか。バカめ、援軍になど行かせるものか。貴様らはそこでカメリでもなってろ。
同志たちよ、砦を落とせ。奴らに嘆く暇も与えるな。ち、南か。な、アレン様、いかがいたしますか。どうもしねえ。あの勇者の作戦通りに行く。つべこべ言う前に目の前の敵を潰せ。こいつらを片付けなけりゃ身動きも取れやしねえ。出たな。頑張るにゃ。ファイヤーボルト。うわすぎる。食らう気にすらなれん。だが全力の抵抗ではない。足止めですらない。誘っているか。セントラルパークで待ち受けてんだ。どれくらいの冒険者を隠してんだ。100か、それとも1000か。どれだけ言おうと関係ねえ。ザルドが全て借り尽くすからな。せいぜい泣き叫んで化け物相手に遊んでろ。その間にこっちはゆっくり殺戮だ。ザルドがくたばろうが、ルークさえ落とせば勝ちは決まる。俺に地層を用意しているか。ありがたい。手間が省ける。おられよ。俺たちが犬間に上洛した英雄の都よ。もてなすというのなら命を賭せ。力、知恵、意志、貴様らの全てを尽くせ。出なければ真実、俺の上は受け止めきれまい。脆弱と暴食を上回る忌むべき大罪だ。俺をこれ以上落胆させるな。失望の味は何よりも苦く、どしがたい。苦く焼き焦げたこの喉、蓋を開いて地獄を貪ったところで、まだ癒せぬだろうよ。故に、これを満たしてみろ、エマロども。極上の名をもってこの血を沸かせ、肉を踊らせろ。そう、喰らい合うぞ。誰もいない。いや、うん、一人だと。誰にも邪魔はさせん。この手で貴様を倒す。君と僕の絆の勝利だぜ。
セントラルパーク到達、王者と接敵しました。よし、結界発動、セントラルパークを封域、同時に合図打ち上げろ。何が起き上がった？都市中央に結界が発現、氷壁ごとセントラルパークが覆われました。あらかじめ魔法を待機状態にしていたのか、敵の魔導士たちが何重にも張り巡らせています。結界、サルドをセントラルパークに閉じ込めたってのか。何のつもりだ。今度は何だ。報告します。打ち上げられた合図とともに敵の別部隊が出現しました。合図だ。身を潜めるのは終わりだ。攻撃を開始しろ。背後の建物から。敵は砦を落とそうと躍起になっています。ガラ空きの背に思う存分食らいつきなさい。アスピー来たか。お前ら守るのは終わりだ。撃って出るぞ。攻撃だと。今の今まで砦付近の建物に潜んでいたというのか。我々が砦に群がることを計算した上での罠。と、砦に攻めかかっていた味方の部隊5カ所全てに潜んでいた冒険者たちが攻撃を開始しています。援軍、伏兵、最初から仕込んでやがったのか。道理に合わない。数が多すぎる。残りの冒険者たちはセントラルパークにいるはずでは。まさかセントラルパークはからだってのか。あの氷壁は目くらまし。中に軍勢がいると私たちに思わせるためのブラフ。そんな、まさかザルド様を放置。それではセントラルパークであの方と対峙しているのは。お、誰だ。あのイノシシ野郎しかいねえ。最初からこの形に持っていくために私たちを誘導して。すんの、そうやろ。全部隊畳みかけろ。この好機を逃すな。出やがったな。頑張るにゃ。ファイヤーボルト。うわ。行きますよ。頑張って。ファイヤーボルト。出やがったな。気をつけるにゃ。のさばるモンスターは無視だ。代わりに屋根に登っているイビリスを撃退しろ。敵は完全にモンスターを御しているわけではない。通りに蹴り落としてしまえば奴らとて怪物の餌食となる。今の状況はパレードと同じ。
敵にテイマーは数えるほどしかいません。同士討ちを狙いなさい。イビルスの駆逐を最優先です。味方の被害加速度的に増大中。身動きが取れない部隊が続出し混乱状態に陥っています。モンスターの修正も逆手に取られています。総軍の数では我々が勝るとはいえ、このままでは叫んだ、ふざけるなよ。こんな馬鹿げた作戦で大部隊をつぎ込むしかねえ。ザルド、あえて無視して他の雑魚どもを掃討するだ。それで一本取ったつもりか。あのゼウスの眷属と察しだと笑わせんな。誰が負ければ全てご破産だろうが、バーカ。めでてえ楽観とくだらねえ友情ごっこ、そんなものがてめえの策か、フィン。違うな、バレッタ。単純な効率と確率の問題だ。壊滅を確保した上での大部隊の特攻と都市最強による一騎打ち、リスクとリターンとを計りにかけた上でザルド撃破の可能性が最も高いものを選んだ。すなわち後者だ。それがオッタルだ。バレッタ、君は知らない王者の歴史を。彼が浴びてきた敗北と屈辱の泥を。そして僕は知っている。ゼウスとヘラに負け続け、それでも立ち上がり挑み続けた一人の男の執念と闘志を。オッタルが持つ牙こそザルドに届きうる。彼が勝てなければ一体誰がかつての最強を制することができる。そうだろう、オッタル。フィンも俺もいつもお前たちの背中だけを見上げていた。絶望の頂と煮えたぎる怒り、いつか必ず次こそはその背にたどり着き追い抜かんと誓い続けた。それが今だ。それが今日だ。お前の背を越え、お前を倒し、俺がお前を喰らい尽くせる。抜かしたな、クソガキ。たった一人で俺と対峙し、都市の運命を背負いながら、それでもなお俺を耐え上げると、そうほざいたら面白い。やってみせろ。弱き肉を剥ぎ捨て、強者の肉を食らわんとする獣。俺が味わうに足る極上の地層。お前の執念と俺の失望、どちらが勝つか、天上の神々にも見せつけてくれる。ええ、見届けるわ。最強の洗礼を、世界の命運を賭した戦いを、そして高みへの登頂を。冒険なさい、オッタル。この試練を乗り越えなさい。Yeah!
いい結果ね。この調子で精進するといいわ。出発ですか？今の最強同士の戦いが、一撃ごとの衝突が都市を揺るがす。信じられん。負けたら殺すぞ、オッタル。本当にやり合ってやがる。大抗争の時のようなワンサイドゲームじゃねえ。あのイノシシ、ステータスを限界まで引き上げやがったか。まあいい。ふざけた真似をされて、頭に血が昇っちまったが、ザルドが負けるはずがねえ。それよりも。おい！第一級冒険者の数を知らせろ！今、オラリオで暴れてる連中、全部だ！はい！しばしお待ちを！ブレイバーと王者を除けば、バナフレイヤ、ブリンガル、そしてダインスレイブ、ヒルドスレイブが確認できます。顔なし。てめえ、どこへ行ってやがった？今さらのこのこ現れやがって。申し訳ありません。暴食が気になってしまい、少し戦場を眺めていました。どうかお許しを。バナフレイヤは拠点の防衛、ダインスレイブとヒルドスレイブ、ブリンガルはアパテ派およびアレクト派と交戦しているようです。ナインヘルとエルガルムの姿は見えませんね。ついでにアストレアファミリアの姿も。この状況で手札を温存するわけがねえ。フィンの野郎、まさか。おい顔なし、いやビート、クノッソスを使ってダンジョンへ行ってこい。ダンジョンへ？またどうして？この夫人、ザルド一人を抑え込むことしか考えてねえ。もう一人の化け物に点で警戒を払ってねえんだよ。間違いねえ。フィンのやつ、アストレアの連中と一緒にあのハイエルフとドワーフを迷宮へ向かわせてやがる。この状況下でモンスター討伐の戦力としては過剰すぎる。まさか第二の出入り口の存在を見抜いて。それはありえねえ。少なくとも疑念を抱いていたとしても、確信には至っているはずがねえ。信じらんねえぜ、フィンの野郎。筋道がねえくせに、あるだけの情報でこっちの手の内を読みやがった。イカれてやがる。どんな度胸と神経をしてやがるんだ、あいつは。我々の本命はあくまであちら。わかりました。兵を率いて向かいましょう。しかし私が離れてよろしいので？ああ、使える野郎はてめえくらいしかいねえ。オリバスじゃ役者不足だ。それにこっちにはまだ札があるからな。例の騒ぎで上層の門は全部塞がってやがる。中層に行け。18階層だ。戦争が始まるならそこだ。
参ります。頑張って。行きますよ。頑張って。行きますよ。行くよ。18階層、もう着く。階層の衝撃がシャレにならん。目標の化け物もアンダーリゾートにたどり着くか。これならば宴に遅れる心配はいらなそうだな。ああ、ぴったりすぎて逆に怖いくらいだぜ。フィン、マジで活かしてるぜ。敵が現れる前に陣を敷くぞ。18階層に到達次第高台を抑えろ。戦闘開始とともに魔法の聖者で一気に削る。わかったわ、任せて。火の粉、どこから。見えた、自走への連絡路。行くわ。やりましたね。